千葉さん今まで一番今までで一番上がれなそうな手上がりました、ね、残り1枚になったところで、ね、リスーチーワンのリージュ受けて、あれ今ドラ3枚いた人がいたような、ドラ3枚いた人、急走が3枚いたのはセレブですね、黒沢さん、うん、黒沢さんならまあ乗ってそうかなと思いますよね。まあ4択クイズ出されたら黒沢さんかなってなんですけど、そんなことありますよ。ただのイメージです。イメージでね。しかも100円重ねましたよ。花相手も高い仕掛け、高い手となりますが、果たして黒沢さんが漫画にゲストするか。この大勝負手なんですよ。三色同行の2が大好きですね。三色同行勝負手なんですか。三色同行僕見落としたことないんでまだ。なかなか放送で見ることもない手ですけれども、はい、ただ泣いていくかどうかは分かんないですね。バクさん、バクさん泣きませんね。チートイツありますからね。バクさんがどこまでねそれを見ていたか。さあここで黒沢が泣いた。ちょっと待って、黒沢さんこれ2泣きしてないですか。そんなことないですか。黒沢が泣いたが2泣きです。すごくないですか。え、三色同行に気を取られてたらとんでもない二泣きできますよ。石橋が切って藤崎が合わせて二泣きですね。これこれでドラさん入ってる人います、このように黒沢さんだけいますね。これも1000点でしょ。この二泣きは黒沢さんが1000点なの本当にっていうところから、ね、これ二泣きでドラさんはちょっとびっくり、絶句しました、ね、本当に二泣きでした。でも結構早く重なってるんで二泣きですね、はい、そんなことあります。もうずっと前から重なってたんで、チーソーチーですか。チーソーチーですね、はい、1000点のテンパイですね。普通はね、普通はそう思いますよね、はい、どうします、渋川さん8000って言われたらこれ。いやそれはおかしい。受け入れられない。さすがに、はい、まあ、3900ならまあ、まあ、払ってくださいね。うつむきながら払いますけど、はい、8000はきついですわ。ちょっとやってないですけど、あれちょっと、バクさん降りましたよ。いやこれは黒沢さんのことよく知ってるんで、やっぱり黒沢さんがやっぱ2泣きだろうが1泣きだろうが泣いたっていうことの事実のが結構やっぱ怖いっていうことでしょうね。これすごいですね。もうまさか藤崎さんも、いや藤崎さんはいい手ですね。さすがにまだやめれない。はい、ただパーマン、いや黒沢さんすごくないですか。もうこれですよ、すね、これ私は逆らいませんと。目の前で2泣きされておいて、さあそしてここでプレッシャーがかかるのが上茶の石橋。石橋さんもでもね、親でこの手ですよ。石橋さんも1000点じゃん、1000点かなって思ってますかねこれ。いやわかんないですけど、つくさくとドラさんはさすがに予想の外でしょう、ね、これまさか999が出てくるとは多分思えないんで。でも黒沢さんドラドラぐらいだったら2泣きすることよくあるん で、まあ、後からドラがねあんこになったとかはあるかもしれないんで、うん、石橋整ってきた、まあ、スーワンかチューン切りますよね。はい、このチューンは場に2枚入れ、うん、スーマンかなり先に切りたいんで、やっぱりこの手形はまだちょっとスーマンを打たないっていう感じしますよね、石橋さんも。ちょっとシャア切ったんですけど、シャアやめました、ピンズ切るのやめましたね。いや怖いんだよね、藤崎さんもやめましたね。怖くないですよ、1000点ですよ。いやいやいや、私たちね見えてるけどね、見えてる人が間違えてますからね。本当ですね。渋川さんしっかりしてください。見えてる人は1000点って言って、見えてない人は漫画だと、見えてない人たちには漫画って見えてて、はい、漫画なのかもしれないと思ってやってると思うんで、うん、もう理解できない現象が起きてます、だってこれパーピンとか切ればいい形なんですよ、うん、ピンズなんか切りたいですよ、しかもシャーチャですしね、シャーチャがシャーの統一落としを始める、いや石橋さんも降りれない、これはこれは大チャンスですね。さあ黒沢つもぎりが続いている、ピンズね、大体テンパるんですけどね、 1,2,3,5,6,7,8 で、問題は黒沢さんが両ピン引いた時みたいですね。ドラ切ると両目になりますけど、これは勝負だ。ウーパーピン待ち、ただウーパーピンは黒沢は受け入れられます、はい、ただまだテンパイしてない黒沢さんとテンパイしている石橋さんではね、大きな差がありますよね、はい、やはり人の牌で論って言いますからね。3枚あったんですが、これで2枚になった、はい、あーちょっと少なくなってきたか、うん、赤ウピンでもありますね、先ほどのある、さっき積もった赤ウピン、もう一度出会えるか石橋、一発目はもう一度出会えるかっていいフレーズでしたね、ロマンチックでしたね。うーわ中筋ですねこれは、打ちやすい、切ります。でこれで老僧が通ったんで、黒沢さんあんこの急走を切りやすくなったんで、両ピンとか引いたらさすがにウーパーピンにすると思うんですよ。黒沢さんだけこういうの自信なくなりますよね、
私が自らドラを捨てていいものかしらという葛藤はありそうですよね。漫画を3900円しますからね、うん、言うたら自ら 50% オフ、さあ黒沢そろそろ転売入るかピンズだ違う、ゆうピンが現物ですね広くはなる広くはなる、しかし3900率上がった、上がりましたね、たんですよね。あー、いいピン通ったんで藤崎さんまさかの復活あるか、いや今言いそう切ろうとしてますか、リャンゾーが4枚見えたんで、そうですね、これ3ピンはどうせ切れないんで、カニアピ振り点ですけどね、振り点ですけど引いたら勝負だと、うんうん、しかも原始先輩もまだ取れるかもしれないんで、こういう粘りもしっかりしますよね、先輩、いやさすがにそしてバーピンさすがにね、だってスーピーサピ通ってないですよ、ね、むちゃ言うなって、しかも通ってないし、しかも上がりづらいしみたいな、さあリャンピン対ウーパーピンとなっています。そしてパーピン1枚吸収されたので石橋の町が残る山に1枚赤ウーピンだけ、黒沢さんのリャンピンは1枚あるんでちょっと有利ですね。赤ウーピンは黒沢も上がれる、これはこれワンミスしたと考えてるのか、上がり飛ばしたと考えたらこれかん、そんな考えする人はいたから、もう単純に3900で3ピン押す価値があるかどうかですよね、うん、あー冷静、これ8000点だったらね押す価値があったと思うんですけど、3900に打点下がってるんで、ここはこれ次急それてきたらおおなりますね、そんな手だったんですか、それで降りたんですかしかもってなりますよね、うん、はい、しばし。これ黒さん赤ウーピン吸収したら、サブロキューピンって言ってたら、サブロキューピンになった上に石橋の赤い牌がなくなった。はい、あれカニャンピン天杯、これうますぎるんじゃないですか。これもうまい。リャンピン1枚ありますよ。ほら振り点ですがツモもある。はい、結局役なしなんでね元から。しかも形勢逆転しましたねこれ。石橋さんリーチしてる石橋さんだけ上がりがない。ゼロ。どうなる？ただもう流局も近いですよ。はい。3、ここからツモ番1回ずつ、3ぞ通る、6も切れる、はい、転敗できている、これ急ぎり見事でしたね、はい、あーリャンピンここに流れた、1個ずれてた、そして石橋運命の積もってきた牌は牌底牌、何もない牌だ、そして最後だ、福沢さん全部無筋なんで初1枚切れ、切るしかないですね、切るしかないですね、はい、さあ終盤3人に転敗が入りました、流局です、石橋黒沢藤崎の3人転敗、恐ろしい、黒沢さんもし3ピンしてたら赤ウピンの漫画積もってましたね、そうですよね、ただ3ピンねかなり限定されたところで3900になって、自身は微差ながらトップ目で押していいものかですよね、そうですよね。